1号艇の香川選手です。はい、香川さん道中で5連勝してるんですけれども、はい、やはりこの足は初日からそういう手応えでしたか？そうですね、初日から足はいい方だったと思います。あのレース見てて伸びというよりもこうレース足に回ってからの足、その辺の足が良さそうに見えるんですが。あ、そうですね、直線は多分すごいいい人にはやられます。なるほど、ね、はい、でもその分でカバーできるだけのその出足、回り足の方がいいよということですね。そして38番のボートもいいですからね。あ、そうですね、はい、はい、もうやることはもう全てやった、もうこのままということでしょうか、それとも最後まだまだというその辺のことですか？ちょっと、まあ、乗り心地がちょっともうちょっと欲しい感じです、うん、はい、もう最後に煮詰めるとするならばそこの部分だけですね、はい、ピット離れ問題なし、はい、もう自己定ですからね、もう聞くまでもなくしっかり今守って、はい、あとはスタート行ってというそのスタートも問題ないですね。はい、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。2号艇の山川選手です。山川さん、このエンジンですが、はい、優勝エンジン、そして 46% の勝率あるんですが、その通り、はい、数字通りの足ですか？力強さ感じます、うん、はい、そしてやはり初日と例えば準優、この時の足の変化というものはありました？いや、もう初日はノーハンマーで行ったんですけど、さすがにちょっとあの回転不足だったので、うん、あの徐々に回転上げてきて、うん、良くなってると思います。そしてまあ順位は一番いい状態で走れたかな。はい、私は一番いい状態で走れたと思います。なるほどね、はい、ということはもう大体この辺のところもう5日間走ってますので、はい、あ、ここだなという感じですね。はい、はい、まあ2号艇です。ピット離れ、はい、ピット離れはまあ一緒ぐらいです、うん、はい、ということは基本的には2号線になるかなという感じでしょうか？はい、そう思います。はい、山川さん2号線得意でしょう？得意じゃないです普通です。はい、わかりました。はい、期待しております。はい、頑張ります。3号艇の松本選手です。松本さん、初日連勝発進、上々の滑り出しだったんですが、はい、5日間も走ってそのいい状態が最後までキープできていますか？いや、初日は良かったんですけど、うん、2日目もまだ良かったんですけど、うん、いや、だんだんちょっと調整が合わなくなってきて、うん、でまあ、今日ギアケースの方を調整したら、うん、初日のような感じのちょっとスムーズな感じに戻ってきたので、まあ、初日も良かった、はい、一番いい状態ともうほとんど一緒ぐらいかちょっと良くなった、そういうものですね、はい、ということはもう自由この足でなら大丈夫だという、はい、ところまで来ましたね。そうですね、足の方はいいと思うので、うん、あとは乗り心地が変わるので、うん、プロペラをしっかり合わせたり、うん、なるほど、もうあとはその部分だけですね、はい、ピット離れ、はい、いい方ですか？ちょっといい方ですね、うん、はい、まあ、3号艇ですけれども、できるまではない、いや3コースをキープする、はい、その部分はどうでしょうか？キープはできる離れはあると思います、うん、でもできるまではないと思います、うん、はい、ということは、まあ、3コースのスロー戦かなという、はい、はい、3コースから行きたいなと思ってます、うん、その3コースになったとしてのスタートというの、はい、この部分はどうですか今節は？そうですね、だいたい関通り行けてたんですけど、ちょっと風とかで、ちょっと今日は思ったより遅かったんですけど、いやでもいいの、行けてると思います、はい、3コースというのは攻めるのがものすごくいい位置じゃないですか、うん、そうですね、はい、まあ、好きなコースでしょ、3コースというのは。そうですね、いやでもちょっと苦手意識もあります。あ、そうですか、はい、はい、わかりました、頑張ってください。はい、ありがとうございます。4号艇の岩崎選手です。岩崎さんのエンジン 22% なんですが、そんな足じゃないですね。あ、もう全然変わってます、うん、まあ前節荒井選手が乗ってて、もう、あ、もう全然違うよと言ってた、そのままの引き継いできてる、そんな感じでしょう？そうですね、ペラがもう全然ちょっと分かんないような格好だったんで、うん、それをベースに、うん、乗ってます。なるほどね、はい、ということはもう今すべての足がもう水準以上というような感じでいいんでしょうか？そうですね、バランス、まあ、回転数で全然こう良くなったり悪くなったりはするんですけど、回転とかが合えばすごくいい感じになります、うん、まあ、これだけスタートが決まっているということは、うん、行き足その辺のところをしっかりと、そうですね、はい、
思った以上にスタートは前に行ってる、そんな感じじゃないですか。行ってます。なるほど、ね。はい、でも大体自分の中で勘というのはもうつかめてる。そうですね、思いっきりこう全速で行けてるんで、勘とはあったのかな、ちょっと前だけどですね。なるほどね、はい。まあ、4号艇ですけれども、はい、やっぱ基本的には角の4コース、これならベストかなという感じがしますか、枠番を考えた時に。そうですね、はい、いいと思います。まあ、あとはもう矢崎さんの場合は攻めて攻めてですね。そうですね、はい、はい、期待しております。はい、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。5号艇の小池選手です。はい、小池さん、この39号機ですが 25% の勝率なんですが、そんな足ではないですね。そうですね、 25% よりは動いてると思います。これはもらった時からおっという感じでしたか、それとももらった時はという感じ、その辺のところはどうですか。あと直線に関しては、25% という印象は全然なかったです。乗り心地は少し もうちょっとかなと思ったんですけど、でもすごいいいエンジンだと思います。もう今日のね、前半のレースでも僕からまくり出したね、あの足はいいなという感じでしたけれども、やっぱり一番いいな、そのアピールできる足というんでしょうか、誇れる足、どの辺でしょう。そうですね、今乗り心地から、ターンの後期の出口もすごい押してくれてる感じがするので、はい、いいと思います。なるほどね。まあ、ポットボナーにその辺のところはどうですか。出はしないんですけど、遅れることはないと思います。まあ、基本的には5号艇5コース戦になるかなという感じでしょうね。そうですね、もうスタート、コンセプト、はい、自分の感想実際どうでしょう。ちょっと難しいんですけど、うん、でもナッシュは、スローよりもいけてると思うので、うん、はい、頑張ります。展開をつけるだけには足にはなってますよね。はい、はい、わかりました。期待しております。はい、頑張ります。6号艇の土屋選手です。土屋さん、43号機ですが、はい、勝率以上にエンジンは出てるよという、そういう感じではないですか。そうですね、勝率以上の足はあると思います。読みに行ってもよかったんで、うん、まあ、どちらかというと伸び系ですか。でもターン回りもいいと思います。回ってからの出口のお尻とかがすごくいいと思います。なるほど、ね。はい、ということはもうエンジンとしてはもうバランスよく中堅の上位、まあ、ちょっとその上ぐらい、まあ、そういう感じでしょうか。そうですね、中堅上位はあると思います。なるほどね、はい。ということは何かやりましたか、それとももらった時の状態をキープしつつの5日間。いや、